NCSX は、プリンストンプラズマ物理研究所の行っている、プラズマ閉じ込め実験。正式名称は、ナショナルコンパクトステロレーターエクスペリメント。NCSX は、小型化につながる、原子炉容器向けの最適形状を発見するために、超並列マシンによって設計された磁石とレイアウトを利用している。 予算上の制約を満たせなかったために2008年5月22日に終了した。NCSX はヘリカル型装置の構想の一種であり、典型的なヘリカル型装置よりも低いアスペクト比であるとされる。まさしく設計されたヘリカル型装置の利点の一つは、閉じ込められたプラズマが定常磁場が加えられた時に、受動的に安定する点であり、 トカマ型装置は一定の磁場下であってもプラズマの安定化に能動的制御を必要とするのと対照的である。補助熱源として最大12メガワットが NCSX チャンバーに利用可能であり、6メガワットは成設中清流シビーム入社、残りの6メガワットはラジオ波の熱から構成される。将来の設計の繰り返しによって電子サイクロトロン熱の3メガワットまでが 利用可能とされた。組み立て許容誤差は極めて小さくレーザー測定器や写真測量装置等の最高水準の軽量学システムの利用を必要とした。許容誤差の要件で組み立てを完成させるためにはさらに3年間延長し5000万ドルの追加予算が必要とされた。ヘリカル装置の部品は3次元レーザースキャンで測定され、 製造工程の複数の段階でモデル設計のために検査された。ありがとうございます。